日本東京都武蔵野市堺境,境は、東京都武蔵野市の町。現行行政地名は、堺1丁目から堺5丁目。郵便番号は180の0022。面積は1.17平方キロメートル。武蔵野市の西部に位置する。北から時計回りに、桜包み、石前、三鷹市上連尺、武蔵野市堺南町、小金井市東町及び、小金井市。 カジノ町に隣接する。堺五丁目にはアジア大学がある。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、堺2の23の6の地点で42万円平方メートルとなっている。より抜粋して記載している武蔵野市の地域は石器時代すでに一部集落が発達していた。奈良時代から鎌倉時代においても同様である。それは、 井の頭地藩に散布する石器時代の遺物、遺跡や吉祥寺八万古墳の存在や板火の発見されることが証明している。徳川時代には全域が開発されて幕府直轄地となり関東軍隊の地下に入り幕府の画界まで約300年間江戸郊外の村落として発達を遂げた。その開発は玉川上水が家綱の時代。 女王2年に竣行したことによる。これにより、玉川沿線の開墾が促進された。無造作に発展した江戸は、火災に苛なまされ、都市計画が実行され、道路拡張のため盛んに土地を上地したのであった。そうしてその地に住んでいた町民に、海中を上水沿線にて割り与えて、移住開墾せしめたものであった。武蔵の市民の祖先も同様で、 明暦万次年間にこの地に来て、開墾に従い、武蔵野市発展の基礎を築いた。天正十八年の徳川家康の入国後、まもなくその外村、松平では守るなお政は御用屋敷を境に構えた。その他大将幾多の人士が、旧用屋敷別荘を設けていたことは、想像に難くないので、現に幕末文久三年五月、 石前紫出しの、で、広敷住居所上調によれば、道村名主、中在門の屋敷には、幕府五い岩下術方、麹町永田町高、二千石松平敏五神の隠居屋敷があり、また道村延明寺境内には、松平の戸守る家中千葉平寺兵が、同様隠居屋敷を構えていた、前者は八条二軒六条一軒。 校舎は12条3件8条1件の構えであった。武蔵野市は徳川時代、徳川正領地であり、境村は府中領、その他は野方領と称せられ、明治維新後、品川県、神奈川県、東京府に転属し、北玉郡管内に置かれ、明治22年市町村静志向と同時に、自治体武蔵野市を形成し、昭和3年には、 調整が同22年11月には、市政が施行された。より抜粋して記載している、堺村は、玉川上水を隔てて、石前村の西南にある。その東半は、古来の堺本田で、西半は、京方年間開墾の堺新殿である。堺本田という名は、商法の武蔵国図及び田園簿にはまだ、記載されていない。それでもここも、吉祥寺などと、 同じく商法以後の深海地と見える。この村の道路、人家の配置は、吉祥寺以下の村々とは全然異なり、うち、客的開墾地ではない。法屋村の百姓、下田三江門の新しい荒木だと言われている。境には、宇治神々が多い。このことから、村が三つの地域に分かれてでき、やがて一つにまとまったと考えられる。 すなわち境村が三区に分かれて開墾されたのであろう。宇治神く月神社の鎮座する、いわゆる本村石前村から、玉川上水を渡ってこの村に入る方や道の、月当たりの一区分、高橋沖五郎家の天皇社から南、中央線の北側地域第六天社のある地域が、これで、各地区に、それぞれの宇治神のあることが自ら地区を明らかにする。村の中心は神社にあり、 村人は神社を設けてその精神的、団結を強くした。人の集団を成して、住むところ、必ず神社が奉仕されることは、日本人の上古からの風習である。この三つの地区のうち、堺本村が最初に、次に、法屋関係地区、遅れてひ原関係地区が開発されたのである。堺本村木月社の北一町ばかりの書にある、稲荷社の胸札によれば、慶安年中、 松平では守るは、武蔵野のうちに120丁四方の御用屋敷を持っていた。そして、天下太平と御用屋敷繁栄とのために、大越様と稲荷様とを祀った。その後34年上京年間に、この辺は上地となって、徳川市の直領となった。当時このお屋敷を預かっていたのは、松平では守るの家来、堺本、馬太夫で、屋敷内に、 その隠居屋を作っていた。堺井本は、長地となった武蔵野十二町司法に残って、自ら町百姓となって開発したいと願い出て、許された。時の関東軍隊は、今犯罪門であった。かくて、堺井本は十二町司法中の隠居屋のあったところに、彼の屋敷を構えた。その広さは三十軒司法であった。また、坂本お屋敷うちのお子様と、 稲荷社等を奉仕することを許されて社屋が相当普及していたから両社を混流した。その後、安永年間大社様に説社二社を祀った。その後、慶応元年9月に堺本、馬田バス村中右衛門は玉郡長渕村の大工統領の常吉をして社殿を集締めた。祖先が放災して以来4度目の混流をした。なお、 大こそ様の境内六段六セフと稲荷社二セフは状況中検知されて女地となったと言われている。この胸札の言うに、堺本村は玉川上水が企画されることから、直ちに注意を引かれた。それは、神大寺にも近く、その三景道大師道にも沿い、また府中から吉祥寺を経て、小木久保沼マヌマに抜ける古道にも沿っていたからである。かくてこの地は、 松平では守る二分ともされ、松平氏は、継承の地点を選んで御用屋敷を設けた。その御用屋敷の一宮は、京の木月神社の社地であった。実際この地は南にくぼ地を控え、高地になっている。現在くぼ地は1メートルそこそこの深さしかないが、3 5 0年前のくぼ地は、今の数倍の深さを持っていたと思われる。したがって社地は高田洋なし、そのあたりからは、 湧き水もあり、御用屋敷にもなり、酒井本が陰居宅を構えたのである。より抜粋して記載している、堺井本村では古く住んだものを、六人衆と言い,い、秋元、猿渡り、清本、平野、小林、新倉を名字とする六軒の家があったと悟郎が言い伝えているが、この六人衆のうちに、海祖堺井本、馬太夫の分家がある。 堺本イコール木よもとがそれであろう。これらの州は、法屋宝秋ラインの段下であることから見て、おそらく、法屋からのデビーアックションで、堺本の同志となり、共に開発に従事した人の子孫であろう。要するに、堺村の堺本村は、村の発祥地であること、村名も開発者の名字堺本から来ており、後に本の字を出したものであること、木月神社は、 出雲松江城主、松平では守る直政が、直接、出雲大社を完成したこと、及び開発者は、堺本、馬太夫であることが、明らかになった。六人衆の一人、清本は、堺本の子孫である。堺本村の開墾は古いが、検知を受けたのは、宝屋地区と共に、延べたから年間のことで、そして全村改めて元六年間に検知を受けたと、推定される。 上京20年中の県地は、堺盆がきつき及び稲荷の両社地を助地としてもらった時のことを記したのである。堺村は2地区に分けて開墾され、わずか20年の間に県地を3回受け、今日年中に堺神殿ができて、以来この地は、新田の二次を脱し、単に堺村と称することとなった。二千十八年一月一日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。武蔵坂駅北口。ありがとうございます。